ネオザフットボールです。今日はですね、久保建英の、ヘタフェ移籍考察動画を作ろうと思ったんですけど、その前にですね、このロングスローですね、これについてちょっと話す動画をですね、ボーナストラック的に作りたいなと思って今撮っています。これなんでかと言いますと、全国高校サッカー選手権大会今盛り上がってて、テレビでもやってて、まあ僕さっき見てたんですけれども、その中でですね、ロングスローからの得点機が多いと。で、これに対して否定派の方の意見が結構出ているみたいなんですね。で、これね、ツイッターでのいろんな否定派の方の意見をまとめたものがですね、サッカーダイジェストさんに載ってたんで引用させていただきますと、どうかと思う、正直嫌いです、つまんねえと思う、アンチフットボールだっていう、まあ、こういったね、ちょっと感情論というか印象論な意見が多くて、これに返す動画を作るのどうかなってさっきまで思ってたんですよ。で、なんで僕の周りにもね、監督とか選手とかサッカー好きとかね、まあ関係者含め誰もね、ロングスロー否定派いなかったんで、ちょっとその否定派の実在すら疑ってたんですけれども、そういったことをね、ツイッターでつぶやいたら、いや、ロングスローダメだと思うみたいなね、そういったご意見を、ツイッターのフォロワーさんとか、サッカー好きで僕のとこまで流れ着いてくださった方からもいただいたんで、あ、これはまずいんだと。ちょっとね、考え変えてもらうっていうか、もうちょっと広い視野を持ってもらって、そのね、僕がロングスローをなんで、まあ、やるべきというか、ロングスローを許容するべきだと思ってるのか、まあ、ルール上いいんで許容っていうのもおかしいんですけど、ロングスローというですね、一つの手段を肯定することによって、日本サッカーをですね、まあ、進化させられる、その進化の引き金になるっていうふうに思ってるんですね。なんで、ロングスローダメだっていう方にも、ぜひともね、話聞いてもらって、ちょっと視野を広げた上で判断してほしいなと思って、こういった動画作ってます。まあ、どういうことかと言いますと、まず一つずつ答えれば、まあ楽な話ですね。ロングスローに頼ってるっていうご意見あります。これに関しては普通に違います。青森山田とかですね、このロングスロー使って高校、別に相手の足にボールぶつけて外に出たのをロングスローで前にボール進めてるわけじゃないんですね。普通にサッカー、足使ってボール繋いだりとか、ね、相手の、攻撃、ボール奪ってそこからボール繋いでいく中で外出たりとか、ってなった時に、ゴール前に、ボールを放り込める時にロングスローを使ってる。一つの手段でしかないんですよ。ね、一試合通して見ていたらそんなの分かるはずなのに、ゴールシーンとかだけ見て、ね、これアンチフットボールだなって言ってるのはですね、その姿勢こそアンチフットボールだなっていうふうに僕は思うんですね。ちゃんと試合見て言ってますかっていう。それが一つで。で、あと、ロングスローも技術です。今回のね、八坂とは、青森山田の試合もそうですけれども、ロングスローがですね、チャンスに繋がってる時、そうじゃない時ありますし、ロングスローも投げる方の技術だったり、フィジカル。で、飛び込む方の技術だったり、フィジカル。そしてそこのね、このセットプレーですから、そのロングスローに関する約束事とか、いろんな要素が詰まって得点になっていますので、手使ってボール投げるからずるっていう考えはですね、めちゃくちゃサッカーに対して安直なものだと思います。足使ってちょこちょこやるだけがサッカーじゃなくて、ね、もう手は使っちゃいけないですけど、それ以外の部分でどういうアイディアを出して、フィジカルを高めて技術を出して、このしのぎを削るかっていうのがですね、サッカーの醍醐味ですんで、なんでロングスローをずるとかそういう感覚じゃなくて、一つの技術として楽しまないと、サッカーの楽しみ方をですね、一つ、まあ、損なってしまってる、なんかね、もったいない感じがしますね。で、二つ目はプロになってから通じないって意見。これに関してはデラップで検索で終わりなんですけれども、ロングスローが武器になっているプロ選手、まあ、過去のデラップ含め今もね、ベイルとかも上手いですし、まあ、いろんな選手ロングスローを使います。で、そのロングスローが得点につながる。だってロングスローって結構ローリスク入りたんじゃないですか。近くの人にね、スローインして奪われてカウンターとかなくて、ね、敵のゴールにめっちゃ近づいていって得点取れるかもしれませんし、ね、味方のゴールから離れるんで失点のね、リスクも減るっていう、ローリスク入りたんな戦術なんで、それはね、武器になりますよね。で、今回のね、青森山田の右サイドバックの子もそうですけれども、若くてあれだけロングスロー投げられたら、こっからフィジカルがこう成長して仕上がっていったら、かなりの武器になる。ってなると、プロの監督ね、もう負けたくない、結果に左右される職業ですから、ロングスローでチャンス作れる子をサイドバックに置くスタメンにするっていうのはあると思いますんで、プロになってから通じないどころか、プロになってスタメンを取る上で活かされるっていう、そういった可能性十分あると思います。で、ロングスローによって生まれるのが空中戦ですよね。空中戦の対応力。これがですね、日本サッカーにとってすごく由々しき問題です。J リーグでも空中戦ね、競り合う時にボールだけ見ちゃって、自分がつかなきゃいけないマーカーフリーンするみたいな現象よくあります。で、今回のロングスローで得点になってるシーンも、ディフェンスが失点した側が、ね、ボールだけ見ちゃって入ってくる選手マークつけてないとか、空中戦強い選手に対してダブルチームつけてないとか、飛ばせないように体当ててないとか、技術的なところでもっとやれることがある中で失点してしまってるんですね。なんで、空中戦ね、特に日本人なんかいつも勝てるわけじゃないですから、海外の選手と戦って。っ
ていう時にそこの技術を若いうちから高校生の年代から高めましょうっていう、そういうねいいきっかけになったなっていうふうに思いますんで、その空中戦の細かいね飛ばせない技術、落下地点に早く入る技術ね、あのクリアする時に相手にミドルシュートとか打たれない、サイドに弾く技術とか、そういったところを高めていってですね、今後、世界と戦う上でも進化した日本人になれるいいきっかけだと思います。でこのですね、高校生年代のクロス、クロスじゃなくて、ロングスローですね。ロングスローへの、まあ、対応っていうところに、一個ね、戦術っていうところが、まあ、入ってくると、これね、サッカーの進化になると思いませんか？こういうふうにロングスローっていうところばっかり取り上げられますけど、ロングスローがすごいチームに対して、じゃあその機会を減らす。ってことは、こっちがボール持たなきゃな、じゃあポゼッションを高めようっていうになって、ね、もともとですね、そういった守備固めたサッカーのところにペップ・グアルディオラが、まあ、ポゼッションで出てきて、そこにね、クロップみたいなゲーゲンプレスで、ね、ポゼッションさせないような、プレスをですね、まあ、開発した監督がいて、モーリーニョみたいに、ポゼッションされてても最後をね、決めらんなきゃいいって言ってバス止めるみたいな、そっからのカウンターみたいな監督がいてっていう、こういうやり合いがあって、サッカー界って進化してるじゃないですか。ってなると、ね、今のサッカー界、高校サッカー界でですね、ロングスローの戦術があって、それに対抗する手段として、ね、もっと細かいところで言うと、相手はロングスローをするときに、まあ、センターバック上がってくるからカウンターの機会だから、それに合わせた布陣に組み替えるとかですね、ニアの選手、高い選手にいつも反らされるんだったら、そこにキーパーを置いて、ね、ゴールマウス開きますけど、そっち側に違う選手をね、たくさん置くとか、なんかいろんなね、分析した、ところからの逆算でやり方あると思うんですね。なんでこのロングスローが強い高校がいる、そこに対抗するための高校が出てきた、じゃあそれに対してみたいな、この進化がですね、今後の、日本サッカーをですね、より一層進化させるっていうね、もうダイレクトに繋がると思いますんで、これでね、ロングスローダメだって言ってですね、じゃあロングスローやんないようにしましょうってなって、普通に空中戦弱いまま、海外にも勝てずっていう、悪い未来の方にね、繋がること考えたら、ロングスローによって一個ね、あ、日本サッカーもっと上行かなきゃいけないなっていう風に考えさせられる、これもね、いいきっかけになったと思います。まあこんな感じで。これだけですね、ロングスローをやることによって、そしてそれを対応することによって日本サッカーにいいメリットがあって、でロングスローやってる選手もね、プロに行った後に武器になるって可能性もあって、やられる選手たちも空中戦に対しての考え方をね、まあ、改めるというか成長させなきゃいけないっていうのがあって、これだけのこと説明した上で、それでもロングスロー嫌だっていうふうに言われたら、それは好みですねっていう話になりますんで仕方ないんですけど、まあこういったね、一つのロングスローっていうことを、まあ楽しむ、深く考えることによって日本サッカーにいい影響があるっていうことをですね、伝えたくて動画にしました。なんでね、ぜひとも面白い動画だと思ったら、いいね、コメント、チャンネル登録をして、今後ね、いろんなサッカーを一緒に楽しんでくれたら嬉しいです。レオザウトボールでした。バイバイ。